ベータ FPV、ベータ 65S ライト、サクッとレビュー。これ、プロトタイプか、初期ロットかもしれません。現在は、構成に変更が加えられているかもしれませんが、ご了承ください。大筋変わらないでしょうから、気にせず参りましょう。まずは開封の儀。サポートカード。あちらさんとのやりとりは、基本英語ですので、お世話にならずに済むことを願いつつ。ドローン本体。もうおなじみのこの形、一見構成には変化がないみたいにも見えるのですが、実はかなりの進化が見られるんです。 PH2.0 300mAh リポバッテリー。意外にも BT2.0 ではないんです。 BT2.0 ピッグテールは絶賛販売中ですので、すでに移行されている方は別途そちらも用意ください。プラスチック成形キャノピー。 PH2.0 ピッグテール、先に言ったように BT2.0 に付け替えたいところですが、今回はこのままレビューしたいと思います。シルバーウェアライトブラシドバージョン2。この度新しく生まれ変わったフライトコントローラーオールインワン OSD 搭載でいて低価格、インドアフライトなファンにもありがたく、初心者でも設定はほぼ不要で楽しめます。基板の裏側にブートボタンが用意されています。これ普通に使っている分には押すことはなさそうですね。設定いらずですから。USB ポートはテール側、とはいえこちらも層は使う必要ないんですよね。設定いらずですから。シルバーウェアライトブラシドバージョン2。レシーバー VTXO も1枚のフライトコントローラーにまとめられています。さらにオンスクリーンディスプレイ対応、これは革命と言えるでしょう。フロントビュー。デザインそのものは従来機とほぼ同じ、フレームサイズ 65mm の 7mm ブラシモータークアッドです。サイドビュー。カメラ角度は従来通りの25度あたりかと思われます。モーターサイズも従来機を踏襲していますが、 17500kV から 19000kV へと回転数がアップしています。で、冒頭で初期ロットと言いましたが、現在は写真のような構成に変わっているらしいです。ライトレディオ2バイアン対応。レディープーフライセットでも付属しませんが、間もなく別途発売されるこちらの送信機とバインド可能。デフォルトでスイッチによる飛行モード変更なども有効です。オンスクリーンディスプレイ起動しますと、この画面、はい、中央にメッセージ、今はディスアームと表示されています。左下はプロトコルでしょうか、任意の文字を設定できそうです。その下にバッテリー電圧、右下は飛行モード、現在はアクロになっています。その下にアーム時間、フライトテスト。良くも悪くもバーヤンプロトコル、フリースカイや双葉などと異なり、トイドローンのように毎回バインド作業が必要です。ライトレイディオ2コントローラーでしたらバインドボタンがありますから、そちらで。ジャンパープロポなどでしたらコントローラーの電源を入れ直したりすると良いかと思います。16チャンネルオンオフでバインドする裏技も後日検証してみたいと思います。賢明な視聴者さんなら今一瞬映ったものを理解されたかと思いますが、お察しいただけると嬉しいです。ご覧の通りの快晴の夕暮れ時、風も止むかと期待していたのですが、そうはいかず少しばかりの風に抗いながら飛ばしています。無風だったらレベルモードで飛ばしていたかった、そういうことですね。わかります。カメラは 600TVL の C01 カメラ、まずまずの視認性です。ちょっと行ったり来たりで退屈な映像になってしまいますが、いかんせんまだ全然飛ばし慣れていませんので、漢字をつかむための飛びが主になってしまってごめんなさい。前より丈夫になったとはいえ、まだ壊したくないという気持ちが勝ってしまっています。おっと、やっぱりこういう飛ばし方するとウォッシュアウトしますね。結構リモート距離もありそうですね。オンボードですから大して話せないかと思っていました。
記録映像ではさほどではなかったようですが、先に FPV 映像の方がノイズ入ってしまって引き返してしまいました。ほらほら、お客さんですよ。お、低電圧警告。そしてウォッシュアウト。なんとか体勢立て直せたところで、ぼちぼちテストフライトも終了です。飛行時間は3分くらいが目安でしょうか。おとなしく飛べば、もちろんもっといきそうです。1台100ドル前後の65ミリドローンが多い中、39.99 ドルのベータ 65S ライトは、素晴らしいコスパだと思います。ステイホームなご時世には、もってこいのドローンですね。ご視聴ありがとうございました。